ああ、もうこっちはヒヤヒヤしてんねんけど、でも、はあ。行ったらあかんし、みたいな、そうそうそいう。うそう、どこ行くねん、どこ行くねんみたいな、あるもんな。止めるか止めないかをいつもこうハラハラしながら見て。もう母親心をものすごい、なんかわしづかみにするような歌詞やな。では黒田和義です。久保妙子さんです。よろしくお願いします。はい、今日は妙子ちゃんのアルバムにも入っているワルツ・フォー・デビーですが、ワルツ・フォー・デビーはもうとにかくもうジャズのね、入門の CD って何って言われたら、とりあえずこれが勧められることも多いし、俺もこれ勧めることが多いかな。そうね、確かにそうやね。私もかなり最初の方で、そうだね、ビル・エヴァンス・トリオの、まあ、スコット・ラフォアロ、ポール・モチアンという3人のトリオのヴァンガードのライブのアルバムだよな。61年のなんかレコーディングやったらしいね。あ、そっかそっかそっか、うん、62年に発売しはったんかな、うん、この日だからお客さんが雨降ってて、結局ヴァンガードって最終日に録音するやん、うん、サンデー・アット・ザ・ビレッジ・ヴァンガードって言って、でこう月曜日があのビッグバンドが入ってるやん。昔サド・ジョーンズ・ミル・ルイス・オーケストラが入ってて、俺もまあヴァンガード何回も行ってるからあれやけどさ、あの地下にこう入ってってさ、でニューヨークのねセブンサーベニューから地下にこう入ってね、そうで、こうなんていうの、たまにあの地下鉄がゴーって音が入ってさ、あれちょっと入ってるやんな、あのアルバムに。そうやっけね。うん、じゃあで、もともとはこれは歌詞はついてなかったけど、このジーン・ディースっていう人、そう、ジン・リーズ、この人、私の結構好きな曲 の、 その外国の曲か、外国ってどこやねって感じ、外国、外国の、例えばブラジルの曲とかに歌詞をつけてるの、例えばコルコバードとか、ブリッジスとかそういうのを書いてる人で、なんかジャーナリストの お父様らしいんやけど、歌詞が書いてある人で、で、あのワルツ・フォー・デビーもこの人らしい。で、その62年にビル・エヴァンスのアルバムが出て、で64年にはこの歌詞がついたバージョンが出てたから、まあ、その間に書いてって言われはったのか、これ素敵だから自分で書こうと思はったのかわかんないけど、ジーン・リーズによるもバッチリな曲が、曲の感じにね、バッチリ、うんうん、ジーン・リーズは他にブリッジズ、そう、ミルトン・ナシメントだ、ミルトン・ナシメントのブリッジズもこの人が歌詞つけて、英語の歌詞をつけてるってことやんな。そうそう、英語歌詞、あとあのジョビーン、ジョビンの、クワイエットナイトってなってるから、あ、コルクワードがクワイエットナイト&クワイエットスターズやった、うん、っていう名前がついてると思うんですが、これジン・リースっていう人ですね。いや、まあ、素晴らしい歌詞ですが、ちょっとやっていきましょうか。じゃあ、あのモニカ・ゼタランドが歌ってるやつがもう64年出てるってことだよね。そうだね、この後でまた70年代半ばにあのトニー・ベネットと、うんうん、そのデュオアルバムで、ね、あの歌われてるのも有名だよね。うんうんうん、まあどちらももうで、この間解説したサマーザタイムはどちらのアルバムにも入ってる、どちらだ、そう、モニカ・ゼタルノにも入ってるし、トニー・ベネットのアルバムにも入ってる、うん、まあもうセットになってるってことだね。私の中ではね、この同じ系統にいいなるわけやな。ただそのサマーザタイムの方がまだその光が当たることはちょっと少ない感じはする。なんかもうワルツ・フォー・デビーって本当も名曲中名曲、名曲中の名曲、うん、楽器の人もいっぱい演奏するし、うん、サマーザタイムはまだこうあの歌詞の意味とかそれそこまで知らないと、うん、分かんないままにサマーザタイムって、あ、いい曲やな、さらっと流れちゃうところもあって、うん、この前のビデオみたいに本当歌詞を見るとめちゃくちゃ胸キュンな曲やな、あ、胸キュンやな、あれはほんまにそうそうそう、これはもうめっちゃ可愛らしい感じ、うん、これは可愛いね。ただやっぱり自分がその、うん、10代とか20代ではこれはよく歌わんよね。やっぱ自分がお母さんになんないとさ歌えない、あ、そういう感じなんやな、やっぱりジャズシンガーもさ、長いことやってないと歌えない曲ってだんだん分かってきて、かこれはまた手をつけられんとかさ、人生語るようなやつをさ、でも覚えることはいっぱい、何百曲ってね、あのジャズシンガー始めた時に一生懸命いっぱい レパートリー増やすために覚えるけど、うん、よくよく考えると本当あのよう歌えませんよ、あの時に歌ってたけど大間違いみたいな、すいませんみたいな
ある。で今そのだんだん真ん中ら辺で歌えるなっていう曲が増えてきて、うん、でまたあのこっからまたあのおばあちゃんにめがけてその辺になったらやっと歌えるなっていう曲もやっぱりあるよな。それは確かにジャズはそういう歌詞あるよな。あるある、そんなもん。しかも聴いてるお客様が自分よりもだいぶ上の方やったりして、うん、その方に歌うのに説得力持たれへんよね、まだね。わかる。まあでも若い子がそういうの歌ってるのも可愛らしくていいけど、なんか例えばグッドライフとかさ、うんうん、なんかあの歌詞の最後のバイバイとかがもう年取ったもうトニー・ベネットとか歌ったら多分もう泣いてまうちゃうかみたいな。そうそう、本当になんかそこまでこう自分が育ってって初めて歌える、うん、それもでもその年になって初めて歌ったんじゃなくて、さっき言ってたみたいにそのだんだん若い頃から積んできたからこそそこになって歌って説得力があるっていうのもあるから、うん、それはあるよな、うんうん、確かに長いことやってきた時間のその積み重ねは何にも変えられへんよね、うん、若い頃に分からずにも歌ってたっていう実績もあるからこう、ね、こう積み上がってきたみたいな、その大人になってから知ってっていうのもまあまあいいかもしれんけど、その気づいてなんかこういろんな深みがこう分かってくるとね、感じるものあるよね。じゃあお母さんが歌う曲ということで、Her Own Sweet World、 まあもうほんまに彼女っていうのはまあそのお子さんの、うん、スイートワールドっていうことはめっちゃこうなんていうの、楽しい世界っていうかスイートやから、楽しいスイートなこう夢みたいな可愛い感じ、うん、スイート、うん、甘いというよりはそのなんか楽しくて、うん、夢のある感じやね。ああ夢の感じ、うんうんうん。Populated っていうのは Populated by Populated はなんかそこの中にあの人物構成の話をしているの。じゃあ Population っていうのは人口じゃん。 Populated っていうのはそういう、うん、そのスイートワールドを埋めている人物構成。ああなるほどなるほどなるほど、このスイートワールドの中にいるこの人口はこういう人たちでできてるっていう感じなのな。住んでいる者たちは何かというと、お人形とか、クラウン、ピエロとか、でもお人形とかどういうこと？クラウン、ピエロ、続いて、でも王子様は一人なの、a prince。あ、プリンス、ああ、王子様一人だけいると。And a big purple bear。ああ、紫のクマちゃん、これも一人だけ。お一人だね、クマちゃん一人だね。しかもあのビッグパープルベアだから、まあ、大きいクマちゃんなんだけど、まあ、この辺はそのタラララに埋めるためにビッグパープルベアになったと思うんだけど、ああなるほどなるほど。活躍してる時もその何を含んで何をはしょるかっていうのはちょっとポイントで、ああなるほどな、うん、まあ、大きいクマちゃんなんだけど、まあ、大きい、うちの場合にはこういう紫のちっちゃいクマちゃんがいるんだ。あなるほどなるほどなるほど。まあそう、まあ大きな紫なんだよ。紫がまたポイントでさ、多分本当に紫のクマちゃんがおったのかな、その寺院に子供を見渡したら。だってそのテディベアって大体茶色いことが多いから。まあはい、そうやな、うん、この曲のビッグパープルベアがなんかすごい印象的な。あで、そうだね、そのそういう子たちがいるスイートの世界に、うん、この人たちがこう構成しているワールドなわけ、スイートワールドなわけですね。は彼女 in her own sweet world、 これがロケーションの話ね。そう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 、もう一番最初の設定なんやな。いやもうこれだけでもうワールド広がるね、いきなり、ね、あのメロディーにこれが、はい、いやすごいね。じゃ あこのドールズやからこれはたくさんおって、あのピエロもたくさんおって、プリンスはお一人だけ、おじさまと大きな、紫のクマちゃんがおると。で、次が Lives my favorite girl、 私の大好きな女の子が住んでると、うん、My favorite girl lives in the in her own sweet world って書いてある。あ、なるほど。だからまあこれ、まあ、ひっくり返し統治してる感じなのね、うん、そのこれはお母さんから見て私の可愛い子がこのここの先の素晴らしいワールドに住んでるってことね。Under of the worried frowns、 frowns っていうのはちょっとしかめっ面な感じ、 worried 心配してるしかめっ面
を、いや、それを持ってるのは、うん、that weary grown-ups all wear。 心配してる大人たち、 grown-ups っていうのは大人たちで、うん、グローンアップが、グローンアップでまあ成長したという意味やから、大人たちが、all が、あの、顔に持ってる、や、浮かべてる心配とかには、うん、あの、気にしないの、 unaware of the、 あの、これは気にしないっていう意味やな。そう、気づいてない、気づいてないという感じか。気づいてない、こう、要は心配、しかめ面して心配してるのを、まあ、よそにって感じなのね。そう、全然気づいてなくて、うん、奔放に生きちゃってるわけ、うん、自分の世界で、あの、楽しい世界で。え、ウェアリーが？ウェアリー。ウェアリー。はまあ、だからウェアリーとかウォーリードフラウンスとか全部ひっくるめて、めっちゃ大人は心配していると。ははははは。いう感じ。そう、細かく説明するとそうだね。We weary grown-ups、うん、だから心配してる大人たち、すなわち私たちが顔に浮かべてる、うんうん、フラウンス、しかめっ面、うん、worry、心配したしかめっ面を気にしてないってことだね。ははは。結構入り組んでややこしい文章。そうそうそう、これ全部そのダダラララララレレ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 にはめていかなあかんからね。ははははは。そう、それをそう上手にはめはったよね。そう。そうやな、うまいこと。後付けで、そう、楽器楽曲に歌詞をつけるって、その辺が結構大変だよね。Worried とか weary とか wear とか、こういうのも全部なんかこう同じような発音やし、歌いやすいようにつく。うん。We weary, worried, wear。 そうだね、 W が多いね。 And unaware、 so, We weary grown-ups っていう、これが全部が主語ね。あーはーはーはー、ここまでが主語なんや。あ、そう、ね、all までが主語かな。あーは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 ー。みんなが、みんな大人、心配してる大人みんなが、うん、顔に浮かべてる wear。 あー、そういうことか。そう、で、この that がかかってる、そこまでがその that のかかっているもので、あーはーはー、これすべてがworried frowns を修飾してるんだよ。あーはーはーはー、これをね、うん、顔にしかめつ面を浮かべてこう心配してる感じをこうし心配してる大人たちすべてが浮かべてるっていう、浮かべているっていうのを全然気づいてない。でもこの辺で大人たちはみんなまとまって、あーはーはーって思ってんのに、子供はそんなことは気づかずにこうやる。あーはーはー。それが、そう、ちょっとずつその歌詞も unaware of the worried frowns、うん、that we weary grown ups all wear、 だんだんこう、あの、ディテールが、詳細がこう、あの、明らかになっていく。あ、これは面白い役ですね。これはよくというか、ね、歌詞ね。ね。で、ここがサビになるかな。全部訳しちゃうと本当はあのテンポ感なくなるから、もう大人たちの心配をよそにって書いてある。ね、うん、心配をよそに、うん、私の大好きな元気っ子が住んでるってことね。そうそう、元気っ子とは確かに英語詞では書いてないんだけど、でもそういうイメージだよね、うん、イメージになるってことね、うん、なんかこう気にせんと、こう気にせんとこう、そう、元気な子がなるほどね。ああ、もうこっちはヒヤヒヤしてんねんけど、でも上に行ったらあかんしみたいな、そういう、そうそうそう、どこ行くねん、どこ行くねんみたいなあるもんな。こう止めるか止めないかをいつもこうハラハラしながら見てる。こう 母親心をものすごいなんかわしづかみにするような歌詞だな。ほんまほんま。で、In the sun? In the sun, she dances to silent music. お日様の下で、まあ、サイレントミュージックから、あ、自分だけに聞こえるにしたんや。そう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 。あの、まあ、静かな、聞こえへん。無音の音楽なんだけど、でも彼女は聞こえてんだよ。うん、聞こえてる感じ。Somewhere in her own little head。 彼女の頭の中にある、うん、なるほどなるほど、ここね、サムヘア、彼女の頭のどっかに、彼女のちっちゃい頭の中の、うん、そうそう、なし、このちっちゃい頭っていう言葉があんまり好きじゃないんだけど、なあ、うん、まあ、ちっちゃいからそうやって歌うけどね、うんうんうん、でもまあこれは就職やから、まあ一応これを置いといたとして、その中には聞こえてるような、まあ音のない曲を、で、そのだとは、そう、silent music っていうのがイコール songs that are span of gold。 span っていうのはなんかあのスピンの過去形らしいんだけど、なんせこう、うんうん、なんか紡いでる、こう金を紡いで作ってる感じのキラ、要するにキラキラした感じの音楽。
それがサイレントなんだよ。サイレントっていうのは周りの人にはサイレントかもしれないけど、本人にはめっちゃ聞こえてる。聞こえてる感じ。ああ、お日様の下で自分だけで聞こえるキラキラの音楽をまあこう歌ってる。あ、歌で、あ、自分だけに聞こえるキラキラの音楽、まあ、ソングスが音楽ってことね。だからこうミュージックのソングス、多分歌が歌になってるってことだよね。多分メロディー、歌詞がなかったらチューンっていうから。ああ、なるほどね。ソングって言うとイメージ的には俺は歌詞がついてるイメージがあるけど、彼女の中のすごい独特の歌詞がついた曲が頭の中に流れてるってなると、すごいこうメルヘンでいいよね。そうだね、歌詞があるかもしれないね、そしたらね、うん、ゴールドで金でこう紡がれたような状態になってるってことやな。だからキラキラしてるってことね。ね、うん、すごい。あ、ものすごい。このハーナム・ゴールド他では聞いたことはないけどね。でもこれをこういう風に言ったジーン・リーもなんかかっこいいなって感じ。普通の英語ではあんまり使わない感じやな。あんまり聞いたことないね。じゃあまあこういう、まあ、とにかくこの頭の中の曲を、彼女の中にだけ流れてる頭の中の曲をもうめちゃめちゃ収束して聞く、こう歌詞に詰め込んでる感じやな。そう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 、めっちゃキラキラしてて、彼女の中にだけなってるこのソングがこの曲に、はい、でもサイレントだよね。周りサイレントな、このサイレントなのがすごいこうメルヘンやね。そうそう、他の人には誰も聞こえへんけど彼女の中にはサイレントなんだよ。でも彼女にとってはもうオーケストラのようかもしれないね、そのスイートワールドの中ではね。でここでまた A メロに戻るんやっけ。One day or too soon、もう早すぎ、もう何も成長早すぎって感じ。あっという間。One day or too soon、 あ、もうめっちゃ早いってことやな。 One day、 ある日何か、もうあっという間に日が過ぎてって、She will grow up and she will leave her doors、 あ、彼女は去っていくってことね、お別れしたってことね。Leave her dolls and prince and her studio there. So, 彼女大きくなって、彼女と、そういうそのものとはバイバイして彼女の方が去っていくんだよね。ここがシリーになってるとこがなんかこうすごい悲しい感じがするね。あのね、いや、silly old bear っていうのはちょっと愉快な感じ。だから そうなんや。クマちゃんが、sweet old bear というよりは、なんかちょっと面白い感じの、まあ、silly、なんかね、愉快なっていうか、滑稽なとは言わんけど、なんかちょっと面白い感じかな。silly old bear、don't be silly みたいな、もうそんなちょっとバカなこと言わないでみたいな、そういう、いろいろ使い方あるけど、silly old bear は、でも悪意はこの言葉にはなくて、あ、ない感じなんや。なんかもうつまらんくなったんかなってちょっと思ったけど、そうじゃなくて、ちょっとなんか愛を込めて silly old bear って言ってる。ああ、そういうことなんや。 her silly、 だ、大人にとったら silly かもしれんな。彼女はでも彼女も don't be silly みたいな、 this is a silly old silly、 でしかも old じゃ、彼女にとってオールドじゃないかもしれんけど、周りの大人から見たら silly old bear なのかもね。でも大人になっていくしね、彼女もね。だから それまではもうど真ん中にクマちゃんが、紫のクマちゃんがいたんやけど、だんだん大きくなってて、でもスーパーペアで存在がこうもう薄れていく感じ。まあ愛を持ってやけど、この微笑ましく、そうシリーって言ってる感じ。そう、そんな感じなんや。パッてシリーって言うと俺はなんか悪意のある感じだと。なんかまあドンビシリーとか言われるから、まあバカ言わないでみたいな感じやから、まあでもそういう意味なんや。オッケー。で最後、まあ付け足しのメロディーあるもんね。そうだね。When she goes, they you cry。Someday old she'll grow up and she'll leave her dolls and the prince and the silly old bear. When she goes, they will cry. この they は、お人形ちゃんとか、お人形ちゃんたちはね、とかクマちゃんとか、うん、が悲しくて泣く、悲しくても泣いちゃってて、なんか彼女が行くとき、そのお人形たちは泣いてて、as they whisper goodbye と、まあ、このみんなが、バイバイって見送ってあげる女の子をね、だから言わない、女の子の耳には聞こえないけど、たちはその大きくなっていく女のデビちゃんを見てバイバイってこうおもちゃ箱からつぶやくみたいな、っていう感じなんや。ああ、わかるわかる。で
They will miss her. お人形さんたちは寂しくなるだろうな。I fear, but then so will I. I fear ってことは、なんかいい。So they will miss her, I fear. だから、I'm afraid they will miss her って感じ。ちょっとその最初の方はそのお人形とかクマちゃんとかが悲しくなるのを心配してあげてる感じ、親として、ああお人形たちかわいそうやな、あ私もかわいそうやなって感じ。ああそうかそうかそうか、全そういうわいがないな、あそうか私も寂しくなるんだみたいな、ここでちょっとこうあって感じがあるのが可愛いな、ね、うん、今まではそのおとぎの話とおとぎ話の登場人物を心配してあげてたけど、そういや私も寂しくなるわ。あなんかこれもうめっちゃこれ親心もわしづかみやな。たかしやな。これはなかなかこう書けないっすよね、こういうの歌詞は。すごいね、これ素晴らしいと思う。スウェーデンの言葉でどういう風になってるのかちょっと。興味あるね、なんかここ全然漢字違うっていうのは聞いたこともあるけどね。はそっか、あモニカ・ズタランドのやつはスウェーデン語やもんね、うん、英語歌詞は素晴らしい、うん素晴らしいですね、はい、今のアルバムにちょうど収録する、うちの子は7歳になりましたが大体こんな感じ、もうちょっと前やな、4歳5歳ぐらいのイメージかな、なるほど、いや面白かったです。これはタイちゃん歌ってるもんね、うん、そうね、その、はい、いろんな、ね、動画とか写真を散りばめてなんか最近見てみたいな、はい、じゃあぜひ見てあげてください。まあこれもね有名なやつもあるから、うん、すごいいいね、演奏がいっぱいあるから、やっぱでも、うん、やっぱビル・エヴァンスのがいい、うん、でもこれなんか曲の雰囲気にめちゃくちゃぴったり合ってるね、うん、うん、そうだね、本当にワルツフォーデビー、うん、なんかその三拍子やなって感じやな、やっぱりデビュー、うーん、でなおかつこうちょっとこう綺麗なメロディーやけどちょっと最後物悲しく立ち去っていく感じがする雰囲気もあるもんね、この曲、うん、彼女が去っていってしまうっていうところがすごい、うん、めちゃくちゃいい歌詞ですね、さすが、成長とかその力強さもでもね、親としては寂しいような嬉しいような寂しいような、でもその子がどんどん成長していくのがやっぱりで、たくましさも生命力みたいなのもあるし、そんで寂しさみたいなのもあるし、これはぜひこう世のお母さんにみんなに聞いてほしい内容な、はい、というわけで、はい、ありがとうございました。またいろんな曲の解説をやっていきましょう。はい、岡尾太鼓さんでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。